マクラーレン、マクラーレンレーシングリミテッド、マクラーレンレーシングリミテッドは、1963年にブルース・マクラーレンにより設立された、イギリスのレーシングチーム。1966年より F1 に参戦し続けている。2、ブルース・マクラーレンの自己死後は、テディ・メイヤーがチーム運営を引き継ぎ、2、ロン・デニスが率いるプロジェクト4と合併した。 シーズン終了時点でグランプリにおける優勝回数、ドライバーズタイトル獲得回数、共にフェラーリに次ぐ歴代2位、コンストラクターズタイトル獲得回数ではフェラーリとウィリアムズに次歴代3位の記録を持ち F1 を代表する名門チームの一角に数えられている。その他のレースカテゴリーではカナディアン・アメリカンチャレンジカップ、 キャンアムにおいて1967年から1971年に、かけ5年連続でタイトルを獲得した。インディ500、ルマン24時間レースにおいても優勝を記録している。2017年現在、世界三大レースである、モナコ GP、ルマン24時間レース、インディ500のべてを制した、コンストラクター、車体製造者としても知られている。他にはメルセデスのみ。 タイトルスポンサーは、ヤードレー、1972年から1974年、マールボロ、1974年から1996年、ウエスト、1997年から2005年シーズン、ナカボーダフォン、2007年から2013年と変遷しているが、現在はタイトルスポンサーが不在のため、正式エントリー名は、マクラーレン F1 チーム、 マクラーレン F1 チームとなっている。1963年、ブルース・マクラーレン、テディ・メイヤー、テイラー・アレクサンダーらにより、ブルース・マクラーレンモーターレーシングを設立。当初はタスマンシリーズなどにクーパーを走らせていた。7月、フェラーリの元チーフメカニックであるナイジェル・ステップニーがチームから技術に関する秘密情報を持ち出し、マクラーレンのマシンデザイン部門を統括する。 マイク・コフランに提供しとされる疑くである。フェラーリはイタリアとイギリスに告発し、両国当局が捜査を進めていた。その中で家宅捜索に入ったマクラーレン関係者の自宅から780ページ分に及ぶフェラーリの機密情報が記録された陸が発見されたことなどで徐々に表面化。FIA も独自に調査を開始した。 イギリス国籍のチームではあるが、チーム設立当初1968年から1971年まで、車体はマクラーレンのコーポレートカラーであるパパイアオレンジに塗られていた。1972年からは、ヤードレー化粧品がスポンサーにつき、ボディサイドにチームカラーのオレンジを残した白、オレンジに塗られた。その後、マールボロとのパートナーシップにより、 1974年からは、マールボロのパッケージと同じ赤白に塗られたカラーリングが長らく用いられた。このカラーリングの赤の部分は、1974年と1975年にはパッケージと同じような赤で塗られたが、1976年以降はテレビや写真写りを考慮して、蛍光レッドに変更された。1997年にカラーリングが変更され、 銀と黒を基調に赤をアクセントに用いるカラーリングが使用されるようになった。これはマールボロとの契約終了に伴いマクラーレンが独自のカラーリング施すことが可能となったことにより決められたものである。銀色はシルバーアローメルセデスへの配慮と考えられているがカラーリング全体については当初のタイトルスポンサーである S 等を含め特定のスポンサーの意向によるものではない。 ロンデニスは述べている。ロンデニスは、ことのほかこのカラーリングを気に入っており、今後、他チームや、マールボロカラー当時のマクラーレンのような色と色の、境界を線で区切ったようなカラーリングは、自分のチームの車体には用いたくない、と発言している。その発言通り、2006年にカラーリングを若干、変更した後も、各色の境はグラデーションを用いたものとなっていた。 このカラーリングを施すためには通常の3倍の手間とコストがかかると言われている。カラーリング塗装は各 GP ごとに行われていた。2015年エンジンサプライヤーがメルセデスからホンダへ変更されたことに伴い第5戦スペイン GP からグラファイトグレーを基調とした新カラーリングに変更された。2016年11月に ロンデニスが退陣したことに伴い、翌2017年からオレンジを基調としたカラーリングが復活した。2018年の MCL33 では1968年から1971年と同じパパイアオレンジが採用された。上記したように、基本的にカラーリングはオレンジ色の時代、赤と白の時代、銀色の時代などに分けることが可能であるが、 半世紀の歴史の中では例外もあり、1978年終盤の北米ラウンド2000と1979年にロングビーチで開催されたアメリカ西 GP ではマールボロと同じくフィリップ・モリス傘下のビール会社レーベンブロイ、ルベンブロイの水色と白のカーリングにしているほか、1986年のポルトガル GP ではマールボロの新製品、 マールボロライトを PR するため、ロズベルグ社のカラーリングは本来は赤の部分が黄色に変更された。マールボロとの契約終了に伴い、カラーリングを変更した1996年末から1997年初めにかけてのシーズンオフと翌年のシーズンオフ、ウエストとの契約終了に伴い、カラーリングに変更を加えた2005末から2006年のシーズンオフにかけ、 テストにおいて、往年のオレンジ色のカラーリングを暫定のカラーリングとして用いていた。フェラーリやマクラーレンが新人ドライバーを起用することは滅多になかったが、2007年のルイス・ハミルトン、2014年のケビン・マグヌスン、2016年のストフェル・バンドーン、2017年にフル・参戦と、近年ではルーキードライバーを起用することが増えてきている。 2000年代以前には1995年に、ケビンの父親であるヤン・マグヌス戦一戦だけの代役として起用したこともある。ノーウィッキー、ノーウィッキー太字は、ドライバーズタイトル獲得者ノーウィッキー、ノーウィッキー車体になっているドライバーは、スポット参戦などノーウィッキー、ノーウィッキー、枝がついているチームに車体を供給、括弧内に供給した車体の型番を記載。 主な会社のみ、マクラーレンは1980年代からデータ分析による効率化を徹底しており、レーシングカーやドライバーに取り付けたセンサーからリモートでデータを転送し、リアルタイムで分析する移動体テレメトリーシステムを採用している。テレメトリーシステムには1997年から技術提携関係にあるドイツのソフトウェア大手 SAP の高速データ処理プラットフォーム。 SAP 花を使用してタイヤ交換や部品交換が必要なタイミングを計算しマシンを最適な状態に保つようにしている。このシステムから得られた情報によって勝敗の90%がレース終了前に予測できるようになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。